皆さんこんにちは。ハッピーボイスレッスンの奈良崎正弘です。今日は自分の好きなことを面白おかしく喋ってみたいなと思って動画撮ってます。テーマは中世ヨーロッパの移動の仕方と恋愛歌曲について、そういう感じなんですけど、中世ヨーロッパっていうのは、今とはもちろん違って新幹線もないですし、車もないですし、飛行機もないですし、長距離の移動をしようと思ったら、例えば、一番簡単なのが馬車とか歩きとかあったと思うんですけど、あと船がありました。川を下っていくっていうか、そういう方法がありました。だいたい船だと、歩きや馬車で行くよりも早くは行けたんですけど、いろいろなリスクがあったりしましたね。で、お金もすごいかかったんですね。歩きや馬車の場合はとっても、予算的にはそこまで、かけなくても行けたと思うんですけど、時間が結構かかったりして大変だったなと。船の場合は、特に下りの場合はすごい早く行けたっていう話を過去にいろんな本や学んだ時に読んだことがあります。ただ今みたいにいろんな技術が発達してないので、例えば川が急カーブがあったりした時にそれをうまく操縦しないと、どっか岩とかにボーンとかぶつかっちゃったりして、危なかったり、最悪の場合そのまま暗礁乗り上げて前に進めなかったり、そういうリスクがあったりしました。皆さんは有名なドイツ民謡ローレライを知ってますか？ほとんどの人が知ってると思うんですけど、Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. というね、こういう有名なメロディーのね、ローレライですけど、この、ドイツ民謡は、ローレライというすごい伝説の中のすごい美女がライン川を下っている船がある急カーブに差し掛かると、その美女がローレライが現れて、はーっとすごい大きな大声量大音量で歌って、船乗りたちがおーっていう風にそれに見とれて、気を取られてる間に船が岩にボーンってぶつかっちゃって、そこで残念ながら沈没してしまうとか、そういうことがあったっていう伝説をモチーフにした、民謡なんですが、これは民謡で、伝説というかそのモチーフにしているところがね、ちょっと史実かどうかは別として、ローレライがいたかとかね、そういうことなんでは別として、その、カーブが難しくてそうぶつかっちゃったり、そういう難しい箇所があったっていうのは事実で、そういうリスクがあったんですね。今はどうしてるかというと、もう何十年も前のどっかの過去のどっかの時点でダイナマイトとかでボーンと爆発させて、そういう難しいところはスーッとスムーズに行けるようになってますね。で、お金の部分で何があったかというと、皆さんはドイツの中世の趣のあるかっこいいお城とかがいろんなところにポン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 ってあるのって想像できますか？いっぱいあるんですね。それって川沿いにあったり、ちょっと内陸にあったり、いろいろなんですけど、それっていうのは当時の、ヨーロッパの豪族が縄張り争いで、ここは私の領地、ここは私たちの領地っていう風にね、拠点だったんですね。そのね、で、船乗りが川を下っていくときに自分の領地を通行するのに、なんとそこの各地の豪族っていうのは通行料を取ってたんですね。ここを通るならお金を払えってね、それを言うこと聞かなかったらかなり悪どいことをしてきたとかね、攻撃してきたとかね、そういう怖いことがあったんですね。だから、船で移動するとなるとすごい経済的なリスクなんかもかかったんですね。有名なモーツァルトのお父さんレオポルト・モーツァルトっていると思うんですけど、自分の子供のモーツァルト、
アマデウス、ウォルフガング・アマデウス・モーツァルトが、まあ、ピアノを弾く才能が素晴らしかったことで、各地に赴いてね、演奏旅行をして、そこで子供を、自分の子供を弾かせて、ね、広めたいと思って、いろいろ計画したと思うんですけど、レオポルトさんはそうやってその移動するときに船で行くか陸路で馬車で行くかっていうのをいつも迷ってたっていう話がありますね。だから船で行くと早くてさっと行けることもあるんですけど、リスクもあったし、経済的にもとってもお金がかかってしまうってね、そういうことがあったということですね。はい、そんな社会情勢というか、そういう時代に生まれてきた中世ドイツの、恋愛叙情歌っていうのは、よくそういう遠く離れた男女の切ない思いとか、そういうことを歌っていることがあるんですけど、私はそういう曲を今までにいっぱい歌ってきたんですけどね、離れてるっていうのが今の時代の感覚とは全然違くて、そうやって大変な思いをして移動しないとそっちに行けないぐらい離れてる、自分の愛しい人がいるのに、そこに思いを伝えるというか、そういう歌をね、ベートーベンだとかシューベルトだとか、そういう中世の作曲家は歌にしてきたんですね。で、歌詞だけ読んでみるとすっごい大げさなことが書いてあったりして、私の思いは山を越え谷を越え、その川を越えて、あなたの向こうへ、あなたのいる向こうへ伝わっていくとかね、そういう臭いことがいっぱい書いてあって、現代の私たちが読むと、何これってちょっと引いちゃうぐらいのことなんですけど、でも、現代人の感覚でそれをそのまま捉えていると、まあなかなか中世の人たちがなんでこういうふうに書いたのかとか、なんでこういう表現で伝えたかったのかとか、そういうことって表しにくいんじゃないかなって私は思ってますね。で、中世っていうのはすごい、まあ、今と比べるとテクノロジーとかそういう移動手段とかも全然違ったから、すごい時空間の離れていることに対しての思いっていうのはすっごい強いし、大きく大きく大きく膨らんでいくし、そういうね、面があったと思うんです。ですので、私はドイツ歌曲とかで、恋愛叙情歌とかはね、歌う時っていうのはやっぱりその当時の社会ってどうだったかなとか、どういう、移動手段で行けてたのかなとか、仮に移動するとしたらどれぐらい大変なことかなとか、そういうところにもなんていうか思いを膨らませて歌いたいなっていうふうに思ってます。皆さんの中にもドイツ歌曲を勉強したいと思っている方、またはもう過去に歌ったことのある方、またはソロじゃなくても合唱でもドイツ語の恋愛叙情歌、叙情詩を題材にしたものを、ね、今まで何回も歌ってきた方いるんじゃないかなと思います。またはこれから歌いたい方もいると思うんですけど、ぜひそのただ単に楽譜の中身をこういうふうにさらうだけじゃなくて、その当時ってどういう社会だったのかなとか、その当時生きてた人の気持ちってどうだったのかなとか、そういうことを思い浮かべて歌われると、きっともっともっとなんていうかクラシック音楽を楽しんで自分のなんていうか体の中に、取り入れて豊かに心豊かに生きていくというか、そういうことの助けになっていくと思います。ますますこれから歌がクラシックの歌が好きになっていくんじゃないかなと思います。はい今日はこんな感じで中世ヨーロッパの移動の方法とその様、どういうことがあったかと、その時代に生まれた恋愛叙情歌の話をしてみました。はい、皆さん、聞いてくださってありがとうございます。そしたらまた次回も、ビデオを更新しますので見てくださいね。それじゃあまたねー。